どうも、クライアント奏者の青です。今日は先日に引き続きゆかりさんの工房で撮らせていただいておりますけど、今日はですね、自分の普通の楽器出しておりますけれども、普通の楽器、普段使ってる楽器に名をバレルをつけておりますが、別にそんなことは 今更ね皆さん知ってることですけれどもはい、ちょっと今ゆかりさんが笑ってましたけど、ここにいますはい、今日はですね、ちょっとちっちゃいんで見えないかもしれないんですけど、魔法のシールっていうのをゆかりさん以前作られていて、楽器に貼ると響きが変わるよっていうのがあって、その一種なんですが、魔法のシールのリガチャーにつけるバージョンですね。リガチャーにつける用の魔法のシールがどのぐらいの効果があるのかっていうのを、演奏も踏まえてお届けできたらなと思います。お願いします。はい、ということでまずは普通に吹いてみましょう。こんなもんですわな。なんかいつもクラシックばっか吹いてるんで、たまにはベニー・グッドマンで比較するのもいいのかなと。で、このちっちゃいんですけど、このちっちゃいものをどうするかというと、リガチャーのこのリガチャーありますね。自分はロムナの旧型ですが、リガチャーの裏面に、ちょっと映りづらいな、裏ですね、リガチャーの裏の上下でいいんですかね。そうですね、横に当たるように。そう、すっげー分かりづらいんだけど、このリガチャーに横に、横で当たるように、そう、こういう感じで、裏面にこういう感じで貼っていく。これ今裏側のシールだけれどもダメだ、これ映像じゃ絶対伝わらないと思うんですけど、難しいですね、これ伝えるの。両面テープ、剥がすと両面テープになって、今探すと両面テープになっていて、リガチャの表面ではなく裏側にこう立ってというか、リードが当たるように、当たるようにですね、この平行につけていく。つけれるかな、うまく。好みによっては、縦に接点があるリガチャが好きって人は、縦に使ってもらってもいいですし、この辺はもう好みですかね。そうですね、貼り方によってちょいちょい変わるんで。じゃあちょっと貼っていきましょうということで、ラインが鳴りましたねじゃあこちらもこうやってね、下の方も、自分の場合はほら、ロブナのライトなんで真ん中に穴開いちゃってるんで、横にしか貼れないんですけど、よいしょ。もうね、映像じゃこれ多分分かんないっていうか、自分でもなんかうまくつけれてるのか、これで大丈夫かな。はい、つけれました。これ裏側は映せないんでね、映像だと、難しいですよ、ね、こうすら見える、ちょっとなんかついてるの見えるでしょ。はい、でこれで音がどれだけ変わるかっていうのをね、やっていきたいと思います。私リガチャで音は変わらないって思ってる人だから、吹奏感しか変わらないかもしれないけど、いや別に思ってようか思ってないか、実際皆さんが聞こえた音で判断していただけたらなと思います。私はその辺は評価はフラットなので、吹奏感は確実に変わりますよね。そうですね、うん、それはね、間違いなく変わる。いい意味で皮っぽくはなくなります。ああ、なるほどね。ちょっと響きは増すっていう話なんで、ちょっとやってみましょう。よいしょ。吹奏感は違いますね、やっぱりすんなり鳴ってる感じがする。してる感じがするかな。じゃあちょっとベニグトン吹いてみましょうか。なんかこっちとしてはこう音が伸びてるような感じがしますけれども、実際に録音機がどういう風に撮っているのか、そして皆さんにどう聞こえているのか、私には今わからないので、何か違いがあれば気軽にコメントいただけたらと思いますけど、この魔法のシール、ちなみにおいくらなんですか。ちなみに今4個セットで500円。4個セットで500円、送料の方がちょっとかかっちゃうんじゃない、送料の方がかかんないだろうけど、送料が160円ぐらい、180円。ベースで買えばですけど、ツイッター直接行っていただければ送料分は負担するので。あ、本当。じゃあツイッター直接だと600円、あれ600円だっけ、
500円。500円か。ちょっと上乗せしちゃいました、ね。500円で購入できるということで、ベースで買う場合は送料が別途かかる。そのクレジット決済とかの方は別途送料かかっちゃうので、780円でご購入いただけるんで、まあ、結構お安い、気軽に買える、まあ実験的に使える商品だと思うので、URL 下に貼っときます。ベースと、あとツイッター、ゆかりさんのツイッターの URL 貼っとくので、もしよかったらお試しいただけたらなと思います。別に企業案件でも何でもないんですけど、まあまあ面白いもんがあるよってことで、まあいつもゆかりさんに呼ばれて、のこのことなおが来てる感じでございますけれども。いや、わざわざありがとうございます。いえ、楽しんで、この工房楽しんでね。はい。まあ興味のある人はまあ数百円の話なので、まあ中高生大人たち皆さん問わずですね、気軽に購入してみてはいかがでしょうかということで、今日は魔法のシール、まあ今ちょっとこちらにまとめてるのがある、まとまってるのはこういう風に見えやすくあるんですけど、魔法のシールのリガチャー版ですね。これ楽器版もあるんですよね。楽器版、ほら以前楽器版最近置いてない、置いてないんだ。楽器版もあるんだけど、リガチャ用に絞っちゃったんで。ああ、そうなんですね。まあ、リガチャの方が効果高いのかなと思います。なぜならリードと直接面しているので、響きが増すという意味では効果あるのかな。艦隊とかに貼っちゃうと、どうしても両面テープの部分が艦隊につくっていう形になっちゃうので、どうしても効果は薄いかなって思ったので。なるほどね。じゃあ今押してるのはもうリガチャについてですけど、ね、以前リードにつけるって話もありましたね。リードにつけても、まあ、いい感じに。例えばそのログナーのリガチャだったら真ん中穴開いてるじゃないですか、はいはいはい、まあ、そこに貼ったりとか、ここ、ね、お尻に貼ったりとか。ただリードに貼っちゃうと貼り替えがめんどくさいんで、そうですよね、そうそう、リガチャの方がいいんじゃないかなって説があるみたいですってことです。試しに貼ってみればいいんじゃないですか。ああ、今今じゃあリードにも貼ってみますか。よいしょ、ちょっとすいませんね、何枚も使っちゃって。全然、てか別にリガチャ外さなくても。じゃあついでにですね、今ご提案がありましたので、今リガチャーにつけてる状態でリードにもつけてみましょう。それでまた音を出してみたらどう変化するのかやってみましょう。いやー、でもこれはお高いのでしょうっていうふりをすべきだったな。500円は安いですよね。まあね、気軽にじゃない、手軽にちょっと音変わるぐらい。まあ、そうそうそう、騙されたと思って騙されてください。なるほどね。もう騙されたと思って騙されたと思って騙されてくれみたいな。同じこと言ってるのはダメだな。喋る主としてはダメだな。リードにもつけてみましょう。リードに4枚セットだからそういうこともできますよね。リードにつけてみると、ちょっと短いので2枚縦に貼るのじゃちょっと足りないかなってので、うんうん、まあ、片方に2枚ずつ貼るとかいう選択肢もあり、まあいろいろできます。自分は穴の部分に、まあロブの穴で穴の部分に1個貼ってみた感じです。ちょっと音が張ってるか確認してみましょう。感じですね。ちょっと変わりましたね。だけど、まあ個人的にはリガチャだけの方が好きかな。ちょっとリガチャだけ今ちょっと剥がしてリガチャだけでもやってみましょうか。これも好みですからね。まあまあこれも本当好みだと思います。もうこのもう本当に銀像どうなのかって微妙なラインだと思うんですけど、まあリードにつけてもいいし、リガーちゃんにつけてもいいし、いろいろと。さっきからラインの音ごめんなさいね、多分自分かゆかりさんかどっちかのラインだと思う。自分はないか通ってるから、これ iPhone なんで。ゆかりさんのラインは大変申し訳ないんですけど。はい、ということで今日は魔法のシールのご紹介をさせていただきました。まあ魔法のシールといっても簡単につける方ではなくて、リガーちゃんにつける方の魔法のシールということで、今ゆかりさんがまあなんていうか押してるらしいので、はい、皆さんももしよかったらお試しいただけたら幸いですということで、今日はこんな感じでね、終わりたいと思います。まあこの
リガチャにつけるシールについての質問とかコメントいただければ、まあ、ゆかりさんが、おそらく私じゃなくてゆかりさんが答えてくれると思うので、はい。もしくはツイッターとかの DM で直接質問していただけたら幸いです。何かわかんないことだったら、ね、はい。はいはいはい。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。気軽に良いと思ったら、まあ、グッドボタンとか評価とかいただけると嬉しいです。コメントとか気軽にください。はい。ツイッター、インスタグラム、サブチャンネル、公式 LINE、オンラインサロンいろいろやってますね。気軽に登録、フォローいただけたら幸いです。では今日はこんな感じで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。